竜話如くの続きをやっていきましょう。まあ前回の後半というか最後に一応まとめちょっと喋ってるんで、その続きになるんですけども、まあ今からセレナに向かいますと。話すことあるかな、セもレナが、う。うん、それは知ってる。ああ、ごめん、伊達さん、ごめん。そう、伊達さんからね、携帯もらえて、多分まだ使ってないんだけど、伊達さんにいつでも連絡取れるみたいな感じだと思います。で、桐生が最初、なんだろう、捕まったのが1995年とか6年とかだから、確かに携帯があんまない時代なのかな。あるのはあるけど、誰もがみんな持ってるわけじゃない時代か。桐生和馬さんですか。そうだが、お前は。自分、真島組の西田。また真島組か。親父から桐生のおじきに伝言を預かってます。はい。俺は今、ミレニアムタワー前におる。近くを通ったら絶対見逃さへんでと。それから踊りの腕に自信ないんやったら、ドスやら鉄砲やら持ち歩くなやと。ええか、絶対武器の類は持ち歩くなや、絶対やぞ。どういうこと？どういうこと？どういうこと？意味がわかんない。確かに。携帯、あ、メール来た。どうやって見んだろう。こうか？違う。あ、携帯あった。西田さん、桐生のおじき突然メールしてすいません。早いな、お前。今電話終わったばっかじゃないか。真島五郎の子分の西田と申します。親父の伝言を書きます。桐生ちゃん、俺の E メール用のホルダー作っといてや。このメールも私の携帯電話からなのですが、取り急ぎお送りします。ほう、どうやって作るんだろう、ようわかんないけど、まあいいや。で、セレナに向かいましょう。ちなみにミレニアムタワーってここだよね。これなんか光ってるけど絶対真島じゃない？っていうか、ちょっと待って、マップめっちゃ広がってない？なんか。おお、いろいろ行けるようになった。てか全部行けるんだ。あー、でも通ってみるか、真島さん。うん、通るのが一番手っ取り早いしな。とりあえず一回通ってみよう。何？ああ、いけいけ。変な人に絡まれそう。逃げとこ、逃げとこ。逃げます。宝くじ売ってる。あれ？ここじゃないの？調べるってなってるわ。ああ、公衆ではセーブアイテムボックスの使用は可能です。アイテムボックス使えるんだ。あ、じゃあ、この辺の今のところ使わないやつとかは入れとこうか。なんか武器も持ち歩くなって言ってたよね。防具もまあ今はいらないかな。で、アイテムも、それなりに今のところは回復アイテム少しあれば多分大丈夫だと思うんで、適当に預けといて。あ、預けたらなんかイベント入った。そこの桐生ちゃん、止まりなさい。桐生ちゃん、止まりなさいっておかしいですよ、職質で。お前、コスプレイヤーかよ。どういうこと？ひどいや、驚いたやろ。いや、驚くわ、そりゃ。最近、バットやドス持って暴れ回ってるやつがおるらしいので、真島君見回りしとるんや。すごいな、これもう。見回りってお前マジの見回りじゃん、それ。というわけで、キルちゃん、早速剣物を持ってないかチェックや。いや、銃は持ってないよ。はよ、出さんかい。うわー。あ、でもちょうど預けたよね。あ、今調べられてる。おう、ないよ、そりゃ。むしろエッチなビデオあって、なんか捕まったりすんの？ち、つまらん。せっかく事前に後部に電話させて、ドスでも鉄砲でも持って。あ、そういうことだったんだ。ああ、そういうこと。うーん、あんたみたいに武器は持ち歩かねえ。っていうか、今預けたばっかだよ。いやー、なるほどね、助かったんだ、これは。ある意味、
あ、よかったよかった。じゃあ行こう。あ、なんかいいね、自由に歩けるのってすごいな。俺止まってるよ、俺のことはまさか。あ、ちょっと待って、嫌なやつ絡まれる。あー、逃げれなかった。もうこの街ってほんとやばいよね、めっちゃ弱いし。やっぱヤクザのあそこの登場界の人たちって強かったんだね、そう思うと。ほら簡単に倒せるチンピラ。まあまあまあ、あなたたちどうせ金もないんですから行きますよ。こっちだよね多分。あ、もう一個右だ。な、何ポケサーって知ってる？知らんよ。ポケサー、なんか昔聞いたことあるような。ほら車の模型にモーターつけてレースするやつだよ、それミニ四駆でしょ。あ、思い出した、お兄ちゃんがよくやってたっけな。最近またブームが来てるんだって。東じゃないわ、七福通り、七福通りかの西にポケサースタジアムがあるみたいだから行ってみない？いいよ、私はマシンとか作っちゃおう。ポケサーか、俺もよくやっていたが今も人気あるんだな。あとでポケサースタジアムに顔を出してみるか。キリュウさんやってたのポケサー？ちょっと待って、ここまた真島隠れてんでしょ。緑になってるもん絶対。無視だ無視。行こう行こう、とりあえずねポケサーは後にしてセレナに行こう。あ、裏から入るんだセレナは。あれ違ったっけ、こうだよね入り方。ここだったっけ今。あ、今は表から入ろう。あー待って、ここなんか落ちてるわ。太平通りコインロッカーの鍵、やった。なんで今は表から入れんだろう。もう一般客が多くなったってことかな今や。あ、餃子どっから入るのこれ。あ、これで使うんだ、エレベーター使えるんだ。いらっしゃい。変わってないじゃん、レイナさん。キリュウちゃん、そうだったの、風間さんが。でも桐生ちゃん突然来るんだもん、驚いちゃった。うまっていうお酒がちょっと減ってるわ。悪いことしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ、おやっさんは俺に言った、弓を頼むってな、うん、あいつのことを何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリエちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が。あ、妹いるんだね、うん、でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。ほんまかな。そうだったのか。もうなんか全部が怪しいんだけど。で、今その水木は。それが詳しくはわからないの。みずきちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね、そのうちゆみちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。なんで名前決まってんの？こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。それ開くんじゃなくて、辞めるための口実じゃなくて。会えばすぐにわかると思う。あ、そうなんだ。入れ墨入れてたわ、花模様の。由美の妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね、私にできることなら何でも協力するから。錦山のこと聞かなくていいのかな。でも錦山くんのことだよね、聞かないんだ。うん、思った。それとももう誰かから。はあ、そう、自分の目で確かめるさ、人がなんて言おうがな。
あ、いいね。確かにね、自分の目で確かめないと分かんないもんね。地球が多かったってマジかよって感じだもんね。5年前建てられた。でっか、あ、知ってる。さっきあの絡まれたとこだ。真島さんに絡めたとこだよ、あれ。飲食店の元締めみたいな。あの前行きたくないんだけど。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。なんか普通、バッカスって普通だね。アジトが使用可能になりました。セーブすることができます。アイテム保管することができます。やべ、俺全然読んでなかったけど、アジトどこって言った？どっから出るんだっけ。こうか。よし、じゃあミレミアムタワーに行くのかな、の横か、のバッカス、ここか。行きましょう。あー、でも先にポケストもやりたいな。ポケストどこって言ってたかな。ポケスト、まあいいや。とりあえず今回ミレニアムタワーの横のバー行こう。こんだけね自由に歩けるんだから、まあいつでもできますもんね。この辺怪しいわ。まだいるわ、まだいるわ。そのギリュウちゃん、止まりなさい。俺から逃げられへんで、早速キリュウちゃん荷物チェックや。もう何、愛を出さんかい。これあれか、もう荷物に変なもの入ってくるまでは捕まるってこと。ないって。セーフや。キルちゃんにはがっかりや。何度見たって俺は武器なんて持ってねえよ。だいたい武器を持ち歩くなと言ったのはあんたの方じゃねえか、アホか。持ってくんな言うたら普通は持ってこいっていう意味やろうが。あ、そういうの、そういうことなんだ。また見逃してくれた。やれやれ、武器を持ったら大変なことになってきたぜ。まあなんかあんまり持ってない方がいいのかな。これ絡まれるなあ、引っかかっちゃった。なんか後ろに小さいやついない？手が小さいやつ。あぶねえ。おっしゃ。あ、やっぱこのチンピラの人たちはあんまり強くないわ。やっぱりあそこの登場界の人たちはそれなりに強い人たちばっかだね。 OK。 お金くれた、ラッキー。よし、着きました。カムロラーメンじゃないよね、こっちだった。バッカス。オープン。確かにオープンだね。早く逃げなきゃ、キリュウさん。またキリュウさんのせいにされちゃう。ん？え？この子が殺したの？ってなっちゃうよね。おお。怖っ。私が来たら、みんな、みんな、もう。何しにここに？確かに居酒屋に探してねえ、こんな子が来るってのおかしいよね。いろんなとこで聞いて。お前、名前は？とにかくここを出るぞ。名を名乗れ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あ、少女についていく。いやー、これさ、この絵もしさ見たら結構通報されそうだよね。公衆電話が減ったような気がするな。だから携帯電話自体はね。だってみんな携帯持ってるじゃない。
充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああなるほどね。もう今確かにないもんね、公衆電話なんて。おじさん、ひょっとして携帯持ってる？もらったやつがある。バカ言うな。持ってるに決まっているだろ。決まってはないだろ、もらったろ。安心した。安心するのもようわからんし、少女についていくって結構やばいよね。あーイベント入った。かわいい。やめろー。あやめて、やめて、やめてよ。ちゃんと狂犬病の注射打ってんだから。あーうう出た。うわー、羽毛銀状態。ハンターハンターの羽毛銀を思い出した今の。あんた、俺は今日大変な一日だな。はい。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？ちょっと待て、めっちゃいるやん。髪染めるのも流行ってるやん、この運が悪いのはおっさんの方だよ。やばいな、人数多いぞ。こういう時は武器を使うんだけど、いやちょっと囲まれすぎてて武器とかじゃねえなこれ。とりあえず殴りかかるしかないけど、これよっしゃ、とりあえず一人いただいて。チャリがあったよね、チャリがそこの横に。おっしゃー来いや、チャリ。うわーチャリ強っ。あー待って待って、チャリがなくなった、チャリがなくなった、チャリが、チャ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 。あ、違う違う違う、こいつはないんだよ。お前はどうでもいいんだよっと。チャリ、ウケ。これ多分、こんだけチャリ並べてくれてんの。あー、やばい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 。マジかマジか。いやー、ちょっとごめんって。なんかコンロが落ちてる。ちょっとこっち逃げよう、一回。ないか、アイテム、アイテム、アイテムじゃないな。落とし物。落とし物？あった。看板。あー、あー。おい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 。ちょっと強いなぁ、これマジで結構強いぞ。あ、壊れかけだ。あ、こいつ強い。一番主人公っぽいもんな。あ、もう武器使うな。ちょっと待て、これはやばいなぁ。こんなやつに苦戦するとは。危な、ちょっとは残しといてよかった。よっしゃ、もう普通に戦おうの方が良かったかもしれない、まさか。ちょっとこいつちょっと黙らしといた方がいいか。よっしゃ、あこいつ強いわやっぱり。よっしゃ、この隠れてるやつから倒していこう。死ねえ死ねえ。この野郎、お前は自販機にこうだ。これで変えたら面白いね、自販機で。あ、ちょっと待って、長物が落ちてた、長物がここに。よし、古びた鉄パイプいただきます。あれやこいつ、こいつマジで何者だあいつは。ちょっとこのコンロ使おう、カセットコンロ。片手かよ、カセットコンロ、なかなかパワーあるな。あいつ回復してるけど、まあいいや。その間に他のやつを狙って、おっしゃ1対1かな、これで。瓶だ、瓶すぐ割れそう。あれめっちゃつかる。おっしゃ瓶いける、いって、この野郎。あいい感じ。さあ来い、どっからでも。1対1なら頑張れるぜこの野郎。あ、やべ、え、ごめん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 、死ぬ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 。うわあ、こんなやつにめっちゃ使うことになるとは。これだけあればいけるやろ、強いなってマジで。絶対格闘経験者やこいつ。オッケーオッケーオッケー、今狙い抜き。オッケー。
なんだよ、あのさ。結構やばかったけどね。いやもうそんな可愛がってもね、飼えないんだから。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え、探してるんだろ。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は、お前、家がないのか。逆に昨日何したか聞きたいわ。黙って出てきた。あ、孤児院か。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん、ごめん。私は遥か。遥かさん、ごめんね。大人じゃん。ああ、キリュウ。キリュウもやられてんじゃん。ねえ、お願い。この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。そやな、じゃあ。そうかもしれないけど。チョコレート食べさせようかな。またこんな目に遭うかもしれない。嘘嘘。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ。おじさん。頼られてますな、キリュウさん、ハルカさんに。犬を助けろっていうミッションあんの。てか犬本当に死にそうなんだけど。やばくない？マジで？どうやって助けんの？おじさん、何か食べ物、何かあげますか？犬？泣いてる。じゃあこのチキンでいいんじゃないの？このチキンで買えないし。マジで？犬食えるもんって何かあんの？いや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 、牛丼とかもったいないでしょ。そうだな、犬食えるもんな。なんだろうな、ここは。買えるとこ、買えるとこないな。ちょっと歩いて、適当に歩いたらイベント始まるかな。この牛丼とかどう？犬入れないか。ちょっと入らしてよ。入れんな。こっちから入り口とか違うな。ドッグフードとか売ってんのかな。あ、コンビニがある。コンビニでなんか犬のドッグフード売ってるかもしれない。何でも置いてるからね、本来コンビニは。いらっしゃいませ。ん、売ってた売ってた売ってた。一箱。いやまあ明日も腹減るし、3箱ぐらい買っといてあげようか。おっしゃ、金持ちだぜ。あ、牛乳買って、あ、牛乳は飲ましちゃダメなんだったっけ。水買ってきてあげたらよかったけど、まあいいや。とりあえず腹だけ減ってるっていう設定だから。今行くぞー、ワンちゃん。早く早く。おっしゃ。おじさん、何か食べ物。わかったわかったわかった。ドッグフードだよ。3つあるからね、ちゃんと3つ食べてね。ありがとう、おじさん。1個でいいの？このドッグフードの使い道他にあんのかな。あれ、どうしたの？あれ、食べなくなったな。違うかい。腹が減ったんじゃないのか。もったいないことしたじゃねえかよ。もしかしたら、ほらー。あー、もうどうしようじゃないよ。水汲んでくるしかないしね。買うのか。その辺の水でいいじゃん、もう。そう、またコンビニだ。もうさっき買っとけばよかったな、まとめて。なんか嫌な予感したけど、さすがにそんな設定ないだろうなと思ったんだよ。ちゃんとしてやがる。いらっしゃいませ。いや、何飲むんだろうね。何飲むんだろう。ビタミンウォーター。いや、普通に多分、ね、天然水がいいと思うんだよね。でも牛乳って確か飲ましちゃダメなんだよね、犬に。
だから牛乳じゃないと思うんだけどね。そこまでちゃんと考えられて作ってんのかな。よし、南アルプスの水を飲まして犬も復活するだろう。これで今行くぞ。待って、なんか怪しいやついた今。これこいつら怪しい。このカバン持ってるやつが怪しい。またスリじゃないか。違うか。やばい、なんか呼び止められてる。大丈夫か、逃げれた。おっしゃ、水来たぞ。水、水を持ってきたぞ。ありがとう。犬が天然水飲む時代がやってきたか。この時代でも飲むんだ。飲めないか。いや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 。水を入れる皿も必要みたいだな。マジで、それどこで手に入れんの。待って、え、普通にペットボトルから地下でいいじゃん、こぼしながらとかさ。うわー、マジか。なんかあったっけ。俺なんか預けた気もするんだよな。なんか水っていうか、あの皿か。ほら、プラチナの皿。うわー、マジでこんなん使っちゃう。いやー、でもそういうことになるよね。金の皿犬に。お前、ええか。いやー、これ売るもんだと思ったけど、まさか犬用なんだ。おっしゃ、これ、うん、使えるんだ。もったいなすぎるわ。金の皿で水を飲む犬か。これでまた飯も食うようになるはずだ。すごい犬だな。うん。あー、キミさん優しいわ。やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってた。多分それが気になってね、うん、もうキルさんそっちは来てんだろうけど、この町にいるのか。もうこのハルカが犬しか気に入ってなってないからね。手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。おう、どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美。うん、お母さんのお姉ちゃん、いつも手紙持ってきてくれた。おい、おお、どうした。疲れた。キリュウさん、あの現場見られたら逮捕だぜ。はるかを安全な場所に。マジか。ちょっとだん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 すごい音楽流れてるけど、とりあえずここで一回切りましょうかね。うん、じゃあお疲れ様です。